邪魔やおげってもう何してんねん言うて払ったら出ましたねガサツ階段。どうも島田秀平です。始まりました島田秀平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。さあ今回もですね来てくださいましたコラボさせていただいておりますガサツ階段の第一人者千原誠司さんです。お願いいたします。お願いします。本当に唯一無二と言いますか、はい、もう本当に誠司さんならではのこう語り口で、はい、本当に他にない階段なんですけども、はいはい、今回も楽しみにしております、はい、あのコラボしております皆さんですね、誠司んとこ、はい、こちらですねあの概要欄貼っておきますので皆さん、チャンネル登録そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。今回僕とパシンペロンはやぶさでお邪魔して誠司さんをですね占わせていただいております、はい、ぜひチェックしてください。さあ、あの前回、はい、ケセランパサラン、うん、ケセランパサランね、はい、ケセランパサランパサランの話、うん、何でしたっけ。もうええわでも、コンビ名になりそうやけどな。確かになんかいいですよね、ケセランパサランな、はい、うん、出てくるんちゃう。幸せを運ぶっていう妖精ですからね、はい、なんか縁起もいいし、いい。今回全くじゃあ別のお話ということで、はい、はい、あれ俺が10代の時に、はい、その一人暮らししてて、そこがねあの古い家やったんです。古い家で、あのもうほんま昭和の地区も当時でもう地区40年50年みたいな、もう今やったらもうもっともうボロボロのとこで、あのもう畳の純畳のね、ほんであのまあボロボロのとこやったんですけど、長屋みたいなところで、うん、でそこで昼寝してたらあのちょっとああ鬱陶しいなんで寝苦しいなと思ってパッと目覚めたら、その子供が俺の上に乗って俺の首を絞めてたの、笑いながら。お男の子女の子、それがあのどっちでも取れる顔なんですよ、ここにここで髪の毛を結んでちょんまげみたいな、はい、ほんで赤い着物を着てたので俺は女の子と認識したの。ああな、ほんでお前女の子がこうやって首絞めてたの、邪魔やおげってもう何してんねん言うて払ったら出ましたねガサツ階段、すいませんごめんなさい、何してんねんって払ったら、その古い建物の裏庭みたいなところがあって、はい、そこにこうピョン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 って飛んでいったの、はい、笑いながら笑いながら笑いながら、でそれも何にも怖くないの、その子供やし、ええ、あのなんかじゃれてくる感じやし、で寝苦しいのは寝苦しいけど、別にグーってその強く別に締めてくるわけでもないし、みんなもピョンピョンピョンって消えてて、もなんやろなーなんて思ってたの。ほんならその後もうそれで目覚めてもうたから、昼寝もう昼しまいやかなと思って、ほんでトイレ行って便所行って、ほんで出てきたところでピンポーンってなって、はい、まあ古い建物からビンポーンっていうなんか昔のでっかいじゃってんはいはいはい、あのベルでもねなってガチャって出たら、全然知らんお姉さんやね、若い、はい、なあと思って、何ですかって聞いたら、あのいやちょっとあのお時間ありますかみたいな、ほうほう何ですかって話してたら、あのあれみたいな、俺の顔見るなり、はい、あなたはあのちょっと良くないものがついてますねみたいな、言い出して、はい、でそれがなんか首が良くないですよみたいなことを言い出して、はあ、でさっきのあれがあったから、首でしたもんね、うん、あったからな、うんと思って、なんか変な感じやぞこれと思って、でまあええわ思って、俺も暇やったから話に乗ったろうと思って、あの言ってたら、結局はそういうもう宗教の勧誘やったよ。一人暮らしの若い男がおるっていうのを知ってて、若いお姉ちゃんで、なるほど、勧誘したろかいなみたいな、うん、それで俺その時にふと思ったんやけど、はい、そのそいつが来るの分かってて、首絡みの
わけのわからん危険なやつが来るからお前気ぃつけろよいう意味で、はあ、教えてくれたんちゃうかな。ああ、うん、だからそれがなかったらなんかもしかしたら勧誘うまいことされて、はあはあはあ、なんか宗教入ったりとかなんかしてたかもわからない、うん、なんか来週もお時間あるんやったら上野も連れてきますわみたいなあれやったから、うん、なんかだからもしかしたらそういう首絡みでなんかおかしなやつ来るから気ぃつけろよいう暗示やったんちゃうんかいなみたいな考え方によってはね、はい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 、それをなんかふと思ったなと思って。なんか僕は逆で、うん、その宗教の勧誘ではあってやっぱりね良くないことなんですけど、実際やっぱその人は見えてた人なのかなってちょっと思っちゃった方だったんですよね。全然そんな感じじゃなかった、ね、じゃあ偶然こう本当に適当に言ってただけなんですね。うん、そうだから俺だから考えもちろん考え入れたら島田君が言うみたいにそれでその人信じてしもてな。そうですね、さっき見たから言う人もドキッとしてなんか、そう、でもそんなその首絞めてるやつが嫌な感じやったらそう思てるかもわからないけど、嫌な感じせえへんさかいに別に、うんうんうん、そうもう間違いで言うだけど、それはもう犬でも寝てるとこうわーって来たらバーンってなるやんと一緒やからまあはやんないですけどね、うん、バーはちょっとでもまあまあでも一緒の感じやからまあまあその別にこっちに敵対心があるわけでもなくいう感じやったから、なんか考え方としては俺はそういうふうに考えてしもたんやけど、でもきっとまあそういう直感的に思われたんだったら誠司さんがそれが正しいのかもしれないですよね、うんうんうん、ただやっぱり普通ね昼寝しててああ寝苦しいなと思った時に子供がいて首にこう手当ててたらうわーってなるんですよ普通、怖いなっていう、うん、でうわーってこうそっからもう怖い話が始まってきそうなんですけども、何してんねんっていう、いやだから何してんねん誰やそら、知らんやつがまたがって首あたりをごちゃごちゃしてたら何してんねんってなるよこれやっちゃうともういろんな階段全てが破綻してしまうんですよ、うんうんうん、それが階段でそっからこうねこういう話が始まっていって、その後ねニヤニヤしながらこうねピョンピョンピョンって飛んでいった。それはやっぱこう怖い笑顔でニヤニヤしながらこう、いやいやすごい可愛い感じ、可愛い顔ですか、可愛い顔です、なんか日曜日の夕方っぽいなみたいな、いけんちゃうんだよキャラクターやったね、じゃ楽しかったんでしょうね、なんかみんなの歌みたいなのなるほど、すごくなんかイメージできました。そういう感じで。でもなんかあれですね、本当に聞いて思うのが、やっぱりこうね、僕はもう怪談師とかね、うん、そういった怖い話にこう麻痺しちゃってるんで、全部それを怖い方、はい、怖い方に持って行きたくなっちゃうんですけど、はいはいはい、実際やっぱ誠司さんみたいにフラットにこう接してると霊も楽しんで一緒にただ遊びたかっただけみたいな、はい、悪意があるやつだけじゃないんですよね。いやそりゃそうやね、お前多分 人格性格とかもういろいろあると思うね、はい、だからなあ、ええやつもおるし行儀ええやつも悪いやつもおるしですよね、うん、できっとそうやって楽しいただの子供がじゃれてただけなんだけど、うん、でもなんかちょっとこう悪い癖でなんかそれをこう怖い方に持ってっちゃうから、そんなつもりなかったのに幽霊もそうそうっていう多分怪談って多分世の中に溢れてると思うんですよ。いやいやむちゃくちゃあると思うで。そうですね、でありがとう言うて来てるやつもおると思うね。ああ確かに確かに、たまたま怪我して血流してるだけで、すごくお礼に来たんだよっていう人もおるから、ああでもそういう人がそれは気持ち汲み取ったらな、うん、どうなんですか寝てる時にそう、うん、ありがとうって血流してきたら、いやもう先病院行けってなる病院とからやってなる、ね、いや素晴らしい、唯一無二です、はい、ぜひこれからも、はい、そのガサツ階段、はい、ちょっと道極めていただきたいと思いますんで、はいはい、またお願いいたします。よろしくお願いいたしますありがとうございます、いつも本当に、皆さんですね、今回コラボさせていただいております。概要欄にですね誠司さんのチャンネルも載っておりますので、皆さんぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。お願いします。いや本当に今回もありがとうございました。ありがとうございました。ゲストは千原誠司さんでした。ありがとうございました。